久しぶりのトースタのピッチ、どんな思いで入られましたか？いろいろありましたけど、とりあえずチームの力になれるように頑張りたいなと思いました。サポーターも田村選手の復帰を待ち望んでいました。登場した時のスタンドからの拍手ですとか、サポーターの思いというのは届きましたか？そうですね、本当にアップの最中からも声かけてもらってて、すごい力になったので、すごい感謝の気持ちでいっぱいです。残り3試合、サポーターにはどんなプレーを見てほしいですか？そうですね、本当に、復帰してピッチに立つだけじゃなくて、チームの勝利に貢献したいですし、個人的にはゴールも決めていきたいと思うので、変わらない熱い応援お願いしたいです。ありがとうございました。